ために必要不可欠なもの、それすなわち最高に盛れた写真、最強に盛れた自撮り写真を使って男の子を誘惑しちゃいたいわ最強に盛れた奇跡の一枚、最強の自撮り写真を撮影しちゃうわよ。今回使用するのはエクスペリア XZ3 というやつでね、これめちゃめちゃ画質がいいカメラが有名というわけで、まずは普通に自撮りを撮ってみたいと思います。あ、すでに盛れるけど、でも私が物理的にでかい、なんか顔が丸い、ちょっと顔をちっちゃくしてみよう。これでいくよ。お、これをしたら目が大きくなるらしいのね。いくわよ。少女漫画もびっくり。てってれー。わー、誰ー、画面の中にいる人は誰ー。どうですか可愛いですかちょっと目が違いますね。目が違う、目がやりすぎやりすぎじゃないですかねちょっと目をもうちょっと控えめにして奇跡の一枚撮ります。ああ、表情がわからない。え、私普段自撮りしないからね、マジでわかんないの。自撮りしてる女って基本的に自分のこと可愛いと思ってるからできるわけじゃん。私自分のこと可愛いと思ってないからできないんだ、基本的には。でも今日はこのカメラ使ってるから大丈夫。私は橋本環奈、 OK、 いける。私パルルみたいな、なんか困り顔の方がいいと思うんだよな。目が下がってるし、でもなんかちょっとお松感がね出ちゃう。何なんだろう、この消しきれないお松感。何が違うんですか。あの、困り顔が違うかもしれない。困り顔が違う、困り顔が違うOK です。はい。ああ、あーって何ですか。あーあーあー、あ、でも可愛いんじゃないですかね。でもこれ大松感強いですよね。まあ、大松感って何なのか分かんないですけど強いですねでも最初の目大きいのにした方が良くないですか。もう一回見せてもらっていいですか。これですけど、最初のやつあの前髪伸びましたね。そういう、あ、それは伸びました。そういう意味で言うと変、めっちゃ伸びた髪型が。もうでも最初のやつでいいかもしれないですね。しかしその後も我々は諦めることなく、なんとか正体不明の大松感を消すため必死で試行錯誤を繰り返した。2時間後、いいと思います。これでいきましょう。はい、じゃあこれで今から適当にこのウームの中にいる誰かしらを騙す。そこら辺にいる男を多分いるんで騙そうと思います。キャミンゴー、今からこのカメラで撮っためちゃめちゃ漏れた私の写真だけを見せて、彼氏ができるのかどうかっていうのをちょっと検証していきたいなと思うんですけれども、今これウームのスタジオなんですけれども、ウームの中には結構ね、いろんな YouTuber さんとかいたりとかするので、まあ適当にそこら辺の YouTuber に何も知らずに来ていただきまして、で写真だけを見せてこの人と付き合えるか付き合えないかというのを判断してもらい、付き合えるといった場合、その瞬間に私は彼氏ができる。ここからは私は席を外すので、マネージャーの F さんに託します。頑張ります。頑張ってください。よろしくお願いします。では頼んだよ F F 頼んだよ F、はい、あ、すいません、失礼いたします。あの、ちょっとお忙しいところ恐れ入ります。今ちょっとお時間、あ、全然大丈夫ですか、はい、あの5分10分なんですけど、はい、ちょっと向こうの部屋に来てもらってもいいですか。あ、全然、はい、すいません、撮影大丈夫ですか。はい、あ、すいません、ちょっと恐れ入ります。ちょっと今から写真を1枚お見せするので、ちょっと女性の写真なんですけど、その人と付き合えるかどうかを判断してほしいんですよ。おー、なるほど、わかりました。もう今1枚もパッと見せてくださいね、はい、パッとも印象で決めてください。わかりました。この人です。おー、かわいい。かわいいですか。はい、付き合います。この人と付き合いますか。はい、いや、もうパッと見普通に付き合います。もうじゃあ付き合おうって言ったらもう付き合うって答えますよね。まあそうですね、はい。もうも付き合ったっていうことでもいいですか、もうこの人と付き合った。いや、もうこの人が可愛いっていうことはもうこの人と付き合えるってことですよね。え、
はい、付き合いますよ、ね、でも付き合えるってことは彼氏彼女っていうことで大丈夫ですよね。はい、もうもう大丈夫ですよね。あ、もう、あ、こちら側の意見がちょっとどうかわかんないですけど、僕自身は全然付き合いこの人と付き合いたいな、付き合いたいな、わかりました。じゃあちょっと今の後この人呼んでいいですか。え、マジっすか。はい、マジっすか。いや、緊張するんですけど。ちょっとじゃあ目をつぶってください。お願いします。じゃあ目を開けてください。はじめまして、あなたの彼女です。エミリンこと大松エミです。よろしくお願いします。お願いします。してるんですか。え、そうそう、あなたがこの写真を見て付き合いたいとおっしゃったんですよね。いや、この写真はですよ、あなたの意思で付き合いたいとおっしゃった女性が今あなたの目の前にいました。どんな気持ち。いや、ちょっと大きいっすね。大きくはない。何なんですかこの写真、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。可愛くない。はい、これとだったら可愛い。あり、あり。でなし。え、でもこれとだと付き合えるわけでしょ。これ付き合いますよね。じゃあいいじゃん。どこの角度から撮ったんすか。でもこれとなら付き合えるなら一緒だから。まあまあまあ、そうですね。この紙をプリントアウトして貼ってもらっても、うん、殺すぞ。甘えてと殺すぞ。というわけで今回使いましたエクスペリアの XZ3、 楽しくて面白くて最新の機能もたくさん使えるスマートフォンなので、ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。詳しくは概要欄にいろいろ書いてあるので皆さんチェックしてみてください。はい、大丈夫です。というわけで、お帰りください。お帰りください。チャンネル登録よろしくね。